BTS が6月14日日曜日オンラインライブバンバン CON ザライブを開催した。今回の公演のコンセプトは BTS の部屋にファンを招待するというもの。メンバーは5つの部屋と2つのステージ、廊下を模したセットを行き来しながら最新アルバムマップオブザソウル7からのブラックスワンやジャマイズブリスペクトエフレンズ、新しいパフォーマンスで生まれ変わったボーイウィズエイジラブを含む全12曲を届けた。コンサートのために新しく構成されたボーイウィズラブではペンライト、アーミーボムと連動してカラーが変わる LED サウンドを使った振り付けも、離れていてもアーム・アイ・ボムを通じてつながっていることを感じさせる演出で、彼らのステージを待ちわびていた世界107地域のファンたちを喜ばせた。またライブ初披露となったユニット曲ジャメブ・レスプエクト・フレンズでは LED 画面やバス停風のセット、スーツから学生服まで、それぞれの楽曲のイメージに合わせた多彩なビジュアルでも魅了。作業部屋を思わせるセットでは UGH とゼロオークロックの一部も披露されるなど、見どころいっぱいのスペシャルな一夜となった。約100分のライブを終えて J-HOPE は、頑張って準備した分ステージを愛する僕たちの気持ちが伝わってほしい、パフォーマンスして汗を流せて幸せです、ジミンは皆さんと一緒にいられないこの時間にも僕たちは成長しようと努力し、頑張って克服しようとしています。皆さんをもっと幸せにできる時間を見つけて、よく克服してまた笑顔で会えたらと思いますとコメント。菅は、全世界から僕たちのライブと姿を見てくださって感謝しています、必ずまた会いましょう。 V は、早く公演ができるようになってほしい、アーミーの皆さんを自分の目で確かめたいです。ユング・クークは、世界各地でたくさんの応援を送ってくださって、元気を出してパフォーマンスをすることができました。このステージが僕たちの新しいスタートになればいいなと思いますと、それぞれの思いを述べ、ジンと RM は一緒に過ごした時間が本当に幸せでしたし、チャンスがあれば皆さんに必ず会いに行きます、 BTS とアーミーのスプリングデーは必ずまた来ますと語った。ライブストリーミングはビッグハイ、T エンターテイメントと米キスウェイモバイルのコラボレーションで実施され、両者によって構え築されたマルチビューストリーミングシステムを通じて、視聴者は6つのマルチビュー画面の中から見たい画面をリアルタイムに選んでライブを楽しむことができた。このイベントの開催に伴い、有料ファンクラブ会員数は1万人以上増加、バンバンコンザライブの最高同時アクセス数はおよそ75万6600人を記録したという。